このチャンネルに登録して、いいねをお願いします。カーテンを引いて窓の外を見ると、心が痛みます。でも、家族に相対いいし、悪い選択をした結果を思い出したくなります。元尾の家は通りの向かい側にある。彼の家にはプールがある。子供たちがそこへ行って遊ぶのを止めることはできない。私たちは公式の訪問スケジュールを決めていない。元尾と私は、 毎日子供たちのスケジュールについてよく話し合い、誰がいつどこへ子供たちを連れて行くか、誰がいつ子供たちに食事を与えるかを決める。私たちが話すのはそれだけだ。子供たちが女の子を誘い始めたのがわかる。テストステロンの分泌がピークに達しているのだろう。彼らは楽しそうに潜ったり、大きな水しぶきを上げたりして、得意げに見せびらかす。うまくいっているようだ。 女の子たちはクスクス笑っている。女の子。彼女たちはあだ13歳か14歳だが、体はもっと年上に見える。ロブが男の子たちに話しただろうか。誰かが彼に話さなければならない。このフィットネスインストラクターは、40歳を過ぎていて男の子たちにとっては年上のおばさんだが、ビキニ姿が素晴らしい。昔の例え話で、デンタルフロスに巻かれているものより、 デンタルフロスの方が大げさかな。そうかもしれない。本当に嫉妬しているかって。ええ、そうよ、嫉妬しているわ。厳密に言えば、真剣は私にあるので、子供たちは私と一緒に暮らしている。でも、私にはプールがない。子供たちはいつもここで寝て、食事をしている。子供たちの服もほとんどがここにある。 男の子たちは、向かいの家に住むことに慣れている。以前そこに住んでいた家族とは、家族ぐるみの付き合いをしていました。彼らには、うちの子供たちと同じくらいの歳の男の子と女の子がいました。子供たちは事実上、両方の家で暮らしていました。ミスティーとカール・ジェームズは、私たちの子供の代理親になるところでした。多くの人が、ミスティーとカールには4人の子供がいると思っていたようです。 私たちは人生を送っていたように見えますかはい。では、何が間違っていたのでしょうか答えは、私が浮気者になったことです。これは決して自慢話ではありません。ただの事実です。浮気はそれほど長くはしていませんでしたが、自分の人生を台無しにし、家族を傷つけるには十分な期間でした。自分が何をしたのか、そして、なぜそうしたのかを理解するまでには、 何度もセラピーを受けなけななればなりませんでした私の体験が、私や私の家族に起こったような苦しみを誰かが味わうのを防ぐ助けになるかもしれません。私の名前は、スーザン・ローレンスです。ロブ・ローレンスと結婚していました。私たちの間には、現在それぞれ13歳と14歳になる息子のデビットとイーライがいます。私は出版社で編集アシスタントとして働いていました。 ロブは自宅やオフィス向けの警備会社を経営していました。私たちは結婚して20年近くになりますが、最初の4年間は出張の合間にデートをするだけでした。彼は軍の副官でした。私たちはお見合いで出会いました。私は十分に魅力的だったので、自分自身でデート相手を見つけることができました。しかし、エイミーにはボイフレンドの友人のために相手が必要だったのです。 私の友人エイミーは、軍曹とデートをしていましたが、彼は自分の仲間であるロブを説得して入隊させようとしていました。エイミーと彼女のボーイフレンドは結婚しませんでしたが、私とロブの友情は深まりました。彼が長期にわたって離れることが分かっていたので、私たちの関係を早急に決定する必要がありました。私たちは、彼が出発する前に、何らかの大きな決断をしたいと思っていました。 私たちは結婚しました。ロブと私は、ほとんどすべての点で意見が一致していました。政治、宗教、子供、そして低層関連。結婚生活の輝きが、私に誘惑に負けないよう支えてくれました。待っている間、私には複数の積極的な求愛者がいましたが、ロブは最初の2年間の任期を終えた後、歳入者ボーナスを理由に再び退職しました。 これは私たちの家計を維持する能力に大きな影響を与えました。私たちの関係には厳しいものでしたが、私たちはそれを乗り越えました。ロブが戻って間もなく、私たちは子供を持つことを決めました。私は4年間働き、解雇された後、ロブは警備会社に就職しました。私の勤めていた会社は、妊娠後期から産後数ヶ月の間、自宅で仕事をしても良いと言ってくれました。 ほどなくして、一歳違いの二人の赤ちゃんが生まれました。生活は楽ではありませんでしたが、充実していました。子供たちが学校に通うようになると、私はオフィスでより多くの仕事をするようになりました。ロブが勤務していた警備会社が、国内最大手の企業に自社の株式を売却することを決定した際、ロブは独自の警備会社を経営できるのではないかと考えました。父親が彼に創業資金を出しました。 私は金銭的なリスクを恐れていましたが、夫を信じていました。彼が会社を辞める際は円満で、何人かの同僚はロブに、事業が大きくなって従業員が必要になったら電話するようにと伝えました。ビジネスが軌道に乗るまでの約5年間は、私たちは必死に努力し、犠牲を払いました。皮肉なことに、ビジネスが上昇し始めたきっかけは、 浮気をしていると疑われる配偶者を監視できる危機への関心が高まったことでした。私は働き続けました。私はそれが好きでした。私は毎年昇級していまし,た私は働き続けました。私はそれが好きでした。私は毎年昇級していました。編集ビジネスは好調でした。なぜなら、誰もが執筆すべき本を持っているように思えたからです。 私は読書が好きで、自分の意見が尊重されることが重要でした。多くの本を遂行し、多くの本を却下しました。今、私はようやく、この頃から夫に対する自分の気持ちが変化し始めたことに気づきました。ロブも私も、生活について深刻な不満を口にすることはありませんでした。友情、家事の分担、経済、子育て、性生活は、 全て満足のいくものでした。全てが順調に進んでいたため、私たちは日常のルーティンに落ち着きました。それがどれほど危険なことなのか、私には理解できませんでした。ロブとの関係に問題が生じ始めたのは、ごく徐々にでした。お互いを当然のように思うようになった頃、私の態度は次第に否定的になっていきました。なぜ皿洗いはいつも私の役目なのか。 なぜ彼や息子たちは外食する店を選ぶことができるのか。なぜ彼は私に求愛していた頃のように優しい言葉を言ってくれないのか。なぜ私は誕生日、母の日、バレンタインデー、クリスマスにしか認められないのか。なぜいつも同じセックスをするのか。これらは私が結婚生活を否定し始めた理由の一部です。しかし、私は自分自身にだけ問いかけていました。 ロブには決してこのことを持ち出さなかったのです。もし彼が本当に私を愛しているなら、何が問題なのか理解してくれるだろうと思ったのです。なぜ問題を解決するのは私だけなのか。私の憤りは募るばかりでした。私は落ち込みましたが、家庭での自分の役割は果たし続けました。私は自分が抜け出せないマンネリ化した日常を送っていることに気づき始めていました。 誰も私の変化に気づいていないようでした。自分のために私はますます仕事にのめり込みました。家庭生活に満足している時は会社で個人的に受けた褒め言葉をあまり考えませんでした。今では褒め言葉を求めそれを大切にするようになりました。私はより挑発的な服装をするようになりました。夫が私のワードログの変化に気づいた時私はそれをよりスタイリッシュと呼びました。 オフィスでのコメントや視線、そして口説き文句が増え、私はそれを、よりスタイリッシュと呼びました。オフィスでのコメントや視線、そして口説き文句が増え、私はそれを気に入りました。彼らは私により注意を払うようになったのです。そして、私の人生を一変させる決断を下しました。上司の春と私は、本の出版準備に取り組んでいました。締め切りは、ほとんど不可能なものでした。 金曜日に最終原稿を提出するには、木曜日に残業しなければならないことが分かりました。残業を気にしなかった理由の一つは、春が私の最大のファンであり、くどき上手だったからです。彼は既婚者でしたが、それでもハンサムな男性であることに変わりはありませんでした。でも、私も同じだ。作業が終わると、春が叫んだ。君の家庭料理ディナーの計画を台無しにしてしまったようだねと。 大丈夫です。木曜の夜は、ロブがピザの出前を頼むんです。木曜の夜は、彼と息子たちは大学フットボールを見るんです。私がそこにいるかいないかなど、彼らは気にもしません。もし君が僕の妻だったら、僕は君から目を離さないだろうね。二重否定で申し訳ない。胸がドキンとしました。私は嬉しくなり、興奮しました。私はよろめきながら、 ありがとうと言いました。時々、自分の家族は自分のことを大切にしていないように感じることがあります。なぜ私は彼にこんなことを話してしまったのでしょうか。あなたとの食事を欠席した埋め合わせに、あなたを夕食に招待させてください。私は同意し、私たちはオフィスの近くのどこかに行きました。そこは魚料理の店で、私たちはワインをボトル半分飲み干して、 そろそろ帰る時間だと判断しました。ランチは楽しかった。お互いの家庭生活について語り合い、ティーンエイジャーだけが考えるようなことを笑い合った。私たちは、配偶者との関係に刺激がかけていることをお互いに感じていた。私たちは、自分たちが危険な道を選んでしまったことを理解していたと思うが、それでもその道を歩み続けた。春は私を車まで送ってくれた。 まるで初めてのデートのような気分だったので、お礼にキスをした。そのキスは、お礼のキスというよりも、ベッドルームでのキスに近いものだった。別れるとき、私たちは、私たちは今、何をしたんだろう、という表情で互いを見つめました。でも、これが初めてのキスではないことはお互い分かっていました。私たちは今、何をしたんだろう。でも、 これが初めてのキスではないことはお互い分かっていました。帰り道、春とキスと、その可能性について頭から離れませんでした。それは、毎日家で起こっていることとは全く異なり、はるかに刺激的でした。他の男性とキスをしてから、もう20年近く経ちます。私は怖さを感じました。ロブは私が春との時間をとても楽しんでいることに気づくでしょうか、本当に何も起こらなかったと、 私は堂々と言えるでしょうか肉体的な観点から見れば、それは真実でしょう。なぜなら、私たちはそれぞれ、挨拶や別れの際にキスをする友人が数人いたからです。私は家に入ると、大きなテレビのあるオフィスで野球の試合が流れているのが聞こえました。ただいまと叫びました。彼らが何を叫び返したのかはわかりません。ピザが欲しいか聞かれた以外には。いいえ、結構です。 ファーストフードカフェで軽食をとりました。なぜ私は、そうついたのでしょうか。振り返ってみると、これが心理的な交代の始まりだったと思います。私は夫を含む子供たちを残してボール遊びに出かけ、ベッドに入りました。眠ることは難しかったのですが、ハルトのキスで高まった興奮は収まっていました。私は眠りにつこうとしていたところ、ロブが文字通りベッドに飛び込んできました。やあ ベイビー、ワイルドキャッツが勝ったよ。今夜くんとベッドインできる可能性はどれくらいかな。なんてこと、君はいくつだ。明日は仕事なんだ。もう放っておいてくれ。ロブは何も言わず寝室のベッドから出て行きました。私は数分間まだ彼に対して腹を立てていましたが、あまりにも失礼なことをしたと罪悪感を感じました。 罪悪感は私を立ち上がらせて謝罪に向かわせることはできませんでした。私は枕に体を預け、春が夢に出てくることを期待しました。一度でも欺瞞の道を歩み始めると、自分を信頼している愛する人との行動が必然的に変わってしまうことを理解しなければなりませんでした。翌朝、少し遅めに起きると、ロブが私たちのベッドで寝た形跡はありませんでした。私は客室に入り、 彼がそこで夜を過ごしたことを知りました。私は急いで開花に降りて朝食の準備をしていると、子供たちがキッチンのテーブルで朝食を食べているのが見えました。おはよう、ママ。パパが、くんは寝てなさいって。パパは仕事に出る前に朝食を作ってくれたんだ。私はコーヒーを飲みに行きました。昨日は残業だったので、眠る必要があったのです。私は、 誰も私に尋ねていないのに、家を空けていた時間を正当化しようとしていることに気づきました。まるで検察官と弁護人が頭の中で戦っているような気分だった。すぐに子供たちがバスを待つために玄関へ出て行った。私も出勤の準備を終えた。あえて、少し古めのコンサバティブな服装を選んだ。最近春から不倫の誘いを受けていることへの償いだったのかもしれない。 自分がしたことを隠さなければならないような気がした。あまりセクシーでない服なら、その助けになるだろう。イレブンウのシニアエディターとの会議までは、春を避けていた。春と私は昨夜仕上げた原稿を提出した。編集者からいくつか質問があった。会議は昼食の時間まで続いたので、春と私が一緒に昼食を取ることは自然ななり行きだった。春がゴールデンツリーホテルのレストランを選んだとき、 これから何が起こるのか分かっていた。私たちは会社の規則を破って、食事と一緒にワインを飲んだ。最初の一時間は、主にビジネスの話をしました。そろそろオフィスに戻らなければという頃、春は、ワインで酔ったまま戻るのはやめよう、と言いました。私の同意を得て、春はオフィスに電話を入れ、今日は戻らないと伝えました。電話の後、私は、じゃあ、今日はどうするのと尋ねました。 保守的な服装をしても、うちなる浮気者が表に出てくるのを止められませんでした。ワインのせいにしていいのでしょうか。昨夜始めたことを、部屋の一つで続けませんか。これが正念場でした。自分の代わりに奔放な女性が、いいよと答えているのを眺めながら、私はまるで自分の体が宙に浮いているような気分でした。対外離脱した私は、自分が不倫をすることに同意したばかりで、 そしてそれを実行したことに気づきました。主に、それは別人だったからこそ興奮したのです。私は有頂天で、彼も嬉しそうでしたが、一歩一歩進むごとに罪悪感が募りました。彼もそれに気づいたので、私はそれがどんなに素晴らしいかを嘘をつきました。彼は、今後も継続的にこれを続けるかと尋ねました。私は、それは素晴らしいが、捕まるリスクは負えないと答えました。 私は、これはただの一度の幻想にしておき、二度と起こらないようにすべきだと伝えました。彼はがっかりしましたが、同意しました。きっと彼は、私の考えが変わることを期待していたのでしょう。おそらく、彼の考えは正しかったのでしょう。私自身、確信が持てませんでした。エレベーターを出た時、私は誰もが私を見ていると感じ、誰もが私たちがしたことを知っていると思いました。 私は急いで彼の車に乗り込み、大きな安堵感とともに職場の駐車場に停めてある自分の車に乗り込みました。そこから、洪水のような涙が溢れ出しました。私は自分の不注意を悔いて泣きました。私は夫を裏切りました。私は結婚生活を危険にさらしました。平凡な他の男性とのセックスのために、家族の将来を危険にさらしてしまったのです。泣いた後、 私は家に帰りました。どうしたらいいのかわかりませんでした。いつもより早く家に帰り、家事をしました。自分のしたことを考えないように、何か、何でもいいから必要でした。ロブには兄も知らせないようにしなければなりませんでした。結婚生活を守らなければなりませんでした。何もなかったかのように振る舞わなければなりませんでした。しかし、それは自分自身を欺いているだけでした。 ロブが帰宅するのを見た途端、私は泣き出してしまいました。スース、どうしたんだ、何があったんだ、子供たちは大丈夫なのか。しゃくり上げながら、私はこう叫びました。私がトラブルに巻き込まれたの。仕事はクビになったのか、事故にあったのか。きっと一緒に解決できるはずだ。そんなに悪いことじゃないはずだ。ええ、多分。ロブ、私は他の男性と寝たの。 ロブにハグしようと手を差し伸べたら、彼は後ずさりした。あなた、なんだって、私は他の男性とセックスしたの。彼のことは愛していない。愛しているのはあなただけ。許して。もう二度としない。最初からこんなことすべきじゃなかった。それとも、初めてじゃないの、これが初めてで、唯一で、最後。約束する。結婚式で同じことを約束したよね。 ごめんなさい、あなたの約束はもう何の意味も持たないわ。彼の首は、極度のストレスを感じた時にだけ現れる人魔神によって赤くなっていた。しばらくここから離れたい。電話しないで。置いていかないで。死んでしまう。ここにいたら、君が死んでしまうかもしれない。ロブはドアに向かって怒りをあらわにした。彼の言葉は、筋を凍らせた。彼の経験とスキルは、 人ににに利用できる肉体的に彼ととっては簡単なことだろう私は子供たちに食事を与え、友達と一緒に道路を渡って泳ぎに行かせました。カールとミッシーに電話することもしませんでした。子供たちはちらの家にもいつでも遊びに来られるように招待されていたからです。私はこの時間を使って、ロブに離婚しないよう説得する方法を考えました。子供たちが家に帰ってきて、 ロブがまだ戻っていない時、私は子供たちに、ロブは街の外で警備の仕事に呼ばれていて、その日の夜には戻ってこないかもしれないと伝えました。子供たちは私の言葉を信じてベッドに行きました。明日は学校が休みなので、子供たちはビデオゲームで遊んで起きていました。私は眠れずに、もし私がシングルマザーになったらどうしよう、などと頭の中でゲームをしていました。そして、 ロブは仕返しをしたいと思うだろうか、復讐するだろうか。そして、彼は春に何かしようとするだろうか。なんてこと、春の妻や子供たちのことを考えていなかった。もちろん、ロブは子供たちに危害を加えることはないでしょう。ロブが週末ずっと家に帰ってこなかった理由を説明するのは、私にとってより困難でした。幸い、子供たちはほとんどいつも他の子供たちと一緒に遊んでいた。 どうやらロブは、その間に春が私の恋人であることを突き止めたようだ。木曜の夜遅くまで一緒に仕事をした後、ロブは月曜にオフィスに現れ、春に会いたいと言った。私は不安が続いていたため、月曜は出勤しなかった。春は後で、ロブは落ち着いていたように見えたと私に言った。ロブは、妻が春を誘惑したことを謝罪したいと言い、 私の今後の仕事に支障を来すような問題を起こさないことを願っていると述べました。春は警戒心を解き、ロブにそのようなことは起こらないと断言しました。ロブは自分の仮説を確かめるのにそれだけで十分でした。彼は立ち上がり、春に手を差し伸べました。春がそれに応えると、ロブは彼の手を掴み、自分の方に引き寄せました。喉元に素早く一撃を加え、春を失神させました。 春が息を切らしている間に、ロブはテーブルを回り、春の筋力を蹴り、春が息を吸うのを困難にした。ロブが止めるまでに、さらに数発のパンチが続いた。ロブは春に、警察に電話しようがしまいが構わないと言った。そして、春の妻に私たちの関係を話し、先ほど録音した会話を聞かせると言った。ロブは、春の妻が彼と離婚し、ロブが私と離婚した後、 ハルと私は好きなだけセックスできると指摘した。ロブは病院からハルの妻に電話した時、ハルの家にいた。彼はまず妻に準備を整えてもらおうと思っていたが、ロブはすでにそれをしていた。彼女はハルに、帰宅の心配はしなくていいと伝えた。警察はハルの家でロブを保護し、彼は抵抗しなかった。過重暴行の容疑で彼は刑務所に入った。私は刑務所にいるロブを訪ね、 お釈金を支払うと申し出ましたしたかし彼はそれを断り、自分自身で自分の面倒を見ることを学ぶ時が来たのだと答えました。私は彼に、息子たちはどうするのかと尋ねました。すると彼は、浮気をしようと決める前に、そのことを考えるべきだったと答えました。私は成長する過程で、そのことと向き合って生きていかなければなりませんでした。息子たちにとって容易なことではないでしょうが、 私は何とかやってきました。息子たちには、目を成し遂げるだけの力があります。これは、それまで私が全く知らなかったロブの家庭生活の一部でした。ロブは有罪を認めました。彼は、私たちの不倫を上場借料の要素として使うことを、公選弁護人に止めさせようとしました。彼は刑務所に入ることを嫌がりませんでした。彼は18ヶ月の刑を言い渡されましたが、 服役したのは6ヶ月だけでした。私と息子たちにとって、それは辛い6ヶ月間でした。息子たちは、私が父親を裏切ったことを知っていたので、ほとんど会うことができませんでした。そして、彼らの家はいつも通りの向かい側にありました。離婚したくなかったので、離婚を申請しませんでした。ロブが刑務所から戻ってきたとき、私は浮気について、 また浮気した理由について一切話しませんでした。その代わり、子供たちのために最善の策について話し合いました。ロブが子供たちのために家に残ることに同意したことに私は驚きました。ロブは書斎にこもり、ソファベッドで寝て、下の階のバスルームを使うことになりました。私は、もう一度性生活を取り戻せるかどうかをあえて尋ねることさえしませんでした。答えはわかっていました。 正式に離婚することになったのは、カールが別の州に転勤になったことがきっかけでした。彼らの家は売りに出され、子供たちはひどく落ち込みました。これは、ロブと私が抱えていた問題よりも、子供たちにとって大きなストレスとなったようです。当初、私はこの状況がロブにどのような影響を与えるのかわかりませんでした。彼が離婚を決意した最初の兆候は、私に離婚届を提出したことでした。 この時、春は妻との離婚手続きの真っ最中でした。私はロブから何の警告も受けていませんでした。弁護士は、親権の問題を解決するための離婚手続きにおいてのみ関連する問題であるにもかかわらず、不倫について言及しました。彼はただ、すべてを整理したかっただけなのです。私はそれほど動揺しませんでした。私の不倫は事実でした。彼の次の行動は、 カールとミスティの家の、売り家のサインが取り外されたことで明らかになりました。私は、彼らがそこに泊まるつもりなのかと期待して、そこまで歩いていきました。そこで、彼らがその家をロブに売ったことを知りました。すべてが理解できました。ロブにとっては完璧な解決策でした。私が反対したり、私たちの家を売って引っ越したりするまでは、彼と彼らの望む限り、 彼らは子供たちと頻繁に会うことができます。私は依然として、親権を持つ彼らの母親です。彼は、扶養料と養育費、それに家計費の支援を喜んで提供してくれました。彼と息子の家に私が頻繁に会いに行けるようにしたのは、彼なりの私への復讐だったのです。賢い男です。彼が再婚するまでは、私は誰ともデートしていないと彼に知らせることにしました。 彼が再婚するまでは、私は誰ともデートしていないと彼に知らせることにしました。息子たちに対しては、引き続き柔軟に対応していくつもりです。彼にプレッシャーはかけません。最近、彼は時々私たちと一緒に昼食をとることに同意しました。理由の一つは、彼がルーシーの料理人だからだということはわかっています。昔に戻りたいという気持ちが理由の一つであることを祈っています。 私たちの夕食は昔の家族の集まりのような雰囲気になりつつあるので、私は希望を持っています。客観的に見れば、そういう人もいるでしょう。私は何も文句はありません。浮気をした妻だったにもかかわらず、私はいえ、養育費、そして子供たちの親権を手に入れました。数人の女性は、私の過ちが一度きりだったのだから、もっと寛大になるべきだと彼に助言しました。 また、彼が息子たちと過ごす時間を増やしたいと求めた際、私が法的に定められた義務以上の時間を与えるべきではなかったと私に言う人もいました。私は、そんな助言者たちに地獄に落ちろと言いました。基本的に、彼らは私にビッチになるよう説得しようとしていたのです。私は浮気者ですが、ビッチではありません。